その一冊を紐解けばスポーツの全てがわかる。そんな究極の競技辞典、競技園の編集作業が今急ピッチで進められている。今回取り上げるテーマは、サイン盗みが発覚して以降、厳しい目線を向けられる日々が続くアストロズ。だがその批判を跳ねのけ、前半戦までに55勝36敗でア・リーグ西地区を首位で折り返し、再び強さを発揮している。まず打線においては一人が引っ張るのではなく、チーム全体で好成績を収めており、球場の影響を排除した上で平均的なバッターより1打席あたりに生み出すことができる得点の多さを表した指標であるウェイテッドランズクリエイテッドプラスでは両リーグ最多の119を記録している。強打者として知られるマニー・マチャドは2020年までの9年間の平均で120を記録しているため、アストロズの打線はマチャドクラスを9人添えた打撃力を持っていると言える。主力を見ていくと、カルロス・コレアが157、ヨルダン・アルバレスが149、マイケル・ブラントリーが148、ユリエスキ・グリエルが145、ホセ・アルトゥーベが141、アレックス・ブレグマンとカイル・タッカーが119と、すでに手をつけられない破壊力となっている。若手にも頼れる選手が出てきており、2018年にメジャー契約を結んでから3年間で98試合にとどまっていたマイルス・ストローは、今シーズン序盤こそ低調だったものの、5月10日以降から調子を上げ、オールスターまでの約2ヶ月間で打率3割1分、出塁率3割8分5厘、124WRC プラスを残し、センターのレギュラーを確保している。4月1日に MLB デビューを果たしたチャス・マコーミックは、初出場から32安打で32打点と毎回得点に絡む活躍を見せているほか、主力が怪我で離脱してもエイブラハム・トロやアルドミス・ディアスらが穴を埋めるユーティリティ性を発揮していた。ピッチャーに注目すれば、契約延長したばかりのランス・マッカラーズ・ジュニア、大ベテランのザック・グレンキー、怪我を重ねがちだったホセ・ウルキディとジェイク・オドリッチ、そして新人王筆頭候補の呼び声も高いルイス・ガルシアがそれぞれエース級の活躍を見せており、ア・リーグトップの先発防御率 3.35 を誇っている。それだけに救援陣の課題がより鮮明に際立っている。2018年にツインズから移籍して以降、安定し続けているライアン・プレスリーは守護神として16セーブ、防御率 1.42、 48奪三振に対して5フォアボールの成績を残しているものの、最終回につなげるリリーフピッチャーがことごとく打たれてしまっている。序盤は先発ローテーションに入っていたクリスチャン・ハビアがリリーフ陣に回ったことで勝ちパターンは多少改善されているものの、トレード期限までにブルペンを補強することが予想されていた。そして予想通り定まっていなかったセットアッパーを埋めるべく、マリナーズからケンドール・グレイブマン、マーリンズからイミー・ガルシアと両球団のクローザーを一気に獲得し、勝ちパターンの大幅強化に成功した。課題がはっきりしているだけに、球団方針に沿った今回の補強は地区優勝だけでは満足せず、ワールドシリーズ制覇まで突き進んでいくという意思表明にも見えてくる。それも全て最後まで不正じゃなかったと言われるような完璧な優勝を目指して。